16日土曜日、東京は気温がぐんぐん上昇、春のような陽気となりそうです。今日のお天気、天気図で見ていきますと、前線を伴った低気圧が北日本を通過していきます。長く伸びる前線の影響によって、東北や北陸、そして西日本などの地域でも雨の降るところがありそうです。関東に関してはこの後前線の影響も大きく受けることはなく、晴れのお天気が続いていきます。では気温の変化を見ていきましょう。朝から気温は高めで推移していますが、11時以降も見ていきますと赤色、もうすでに15度を超えているところが多くなります。特に関東は南部を中心に、1日の中でも気温が最も上がる14時頃を見ていくと、北部の地域まで15度超えの気温となりそうです。では今日のお天気アイコンを見ていきましょう。関東エリアのお天気アイコン、この後も日差しが優勢のお天気が続いていきそうです。東京の予想最高気温は18度、前日と比べても10度も気温が高くなりそうです。前日との体感差非常に大きくなっていますので、体調を崩されないようにお気をつけください。以上、お天気をお伝えしました。